はい、今日はですね、サイトの作り方無料講座第6回目ですね。はい、やってまいりました。で、今日はですね、今まで HTML ファイルに限って記述方法をやってきたんですけど、今回の講座からは CSS ファイルを作っていじっていくような形になります。CSS っていうのは HTML に、書かれた内容に装飾を与える、そういう機能を果たすものが CSS ファイルです。はい。例えば文字色を変えたりとかですね、サイトの幅を指定したりとか、まあ、そういったデザイン系ですね、まあ、そういったデザインを HTML に与えるファイルとなっています。はい。で、今日やることはその CSS ファイルの作り方と、あと CSS の基本的な記述方法について、まあ、簡単にやっていきたいと思いますから、今日この2つをですね、覚えていってください。はい。で、CSS ファイルはどうやって作るかっていうと、簡単ですね。HTML ファイルを作った時と一緒です。まあ、Windows であれば、またメモ帳をですね、開いて起動させてですね、で、ファイル、名前をつけて保存。で、ここにですね、今回名前は、style.css とします。はい。はい、出てきましたね。はい。はい。これ、style.css ってファイルにしました。で、このスタイル .css、このスタイルの部分に関しては、名前は任意なんで、例えば a.css とか c.css とか b.css とか、まあ、そういった自由に名前を決めることはできるんですけど、まあ、今回は分かりやすいように、まあ、連想しやすいように、スタイル .css っていうファイル名にしました。はい。で、ですね、じゃあ早速ちょっと簡単な装飾をやっていきましょうかね。はい。で、覚えてますでしょうかね。この講座の第3回目の講座で、H1 タグ勉強したと思うんですけど、見出し、作る、タグが H1 タグでしたよね。はい。ちょっと HTML ファイル開きますけど、こんな感じ。で、こんな感じで見出し作りましたよね。はい。で、今日はここの部分に装飾を加えていきたいと思います。今日は文字色をですね、変えてみたいと思うんですよ。まあ、通常であれば、これどうやって表示されているかっていうと、ちょっとこのファイルを開きますね。そうするとこんな感じで表示されるわけじゃないですか。で、ここの部分を、の文字色を、そうですね、分かりやすいように今回赤にしてみたいと思います。じゃ、これちょっと閉じますけど、で、CSS 使うんですね。で、この CSS も HTML ファイルと一緒で、こうやってテラパッドにドラッグ&ドロップで乗っけて、こんな感じで記述できるようになります。で、どういうふうに装飾するかっていうと、まず H1 を指定して、括弧を書いて、カラー、レッド。はい。こんな感じで終わりです。はい。H1 を指定して、この括弧ですね。この始まり括弧と終わり括弧で、囲んだ部分。ここが H1 に対して反映されるっていう形になるんですよ。はい。まあ、これはカラーを指定するんですけど、これプロパティっていうんですけど、プロパティでカラーを指定して、で、値、内容をここに指定する。ここではレッドですから、H1 の色をレッドにしなさいよという命令をここで出すわけですよ。はい。で、書き方としては、ここに真ん中に、このプロパティと値の間に、真ん中にコロンを入れて、で、ここに一番末尾にセミコロンを入れる形が基本的な書き方です。
で、これ例えば、これ書き忘れちゃったり、こんな風に書き忘れちゃったりとか、これセミコロンじゃなくてコロンとかにしちゃうと、反映されないんで、これが無意味な文章になっちゃうので、それは気をつけるようにしてください。これちゃんとセミコロンをプリッとこうつける感じですね。はい。で、まだこれじゃ終わらないんですけど、これちょっと CSS ファイルはちょっと閉じます。スタイル .css 閉じます。で、次にインデックス HTML をちょっと開きますね。はい。で、先ほどのスタイル .css ファイルを、HTML ファイルに、一つ文章を記述して、呼び出すことをしなければいけないんですよ。はい。CSS ファイルを呼び出さなきゃいけないんですよ。そうしないと、反映されないっていう形なんですよね。はい。で、どうやって CSS ファイルを呼び出すかっていうと、ここの、宣言文のところに、ヘッドタグがありますよね。で、ここのヘッドの中に、ヘッドからスラッシュヘッドの間の部分に、ちょっとわかりやすいようにちょっと開けますけど、リンクタグを使って呼び出します。リンクで属性が、で、もう一個属性、href。はい、こんな形です。リンクタグに、まあ、レル属性と href 属性を使って呼び出すんですけど、ここのレル属性のところには、スタイル、シートって入れて、href の属性のところには、スタイルシートの名前ですね。今回はスタイル .css にしましたよね。はい。要は、リンクタグを使って呼び出すんですけど、ここのレル属性のところには、スタイルシートって入れます。これは読み込むファイルの種類なんですよね。それをここに記述するんです。で、今回 CSS、このスタイルシートっていうのは CSS のことなんで、まあ、CSS を呼び出しますよっていう命令をここで出してます。はい。で、href のここの属性のところは、パスですね。はい。CSS のパスの、名前をここに入れます。パスを指定するっていう形ですね。そうすると、さっき、記述した、こちらの、スタイル .css のこちらの内容を呼び出すことができるんですよ。はい。じゃあ、どういうふうになってるかっていうと、ちょっとファイルをさっきほどのファイル更新してみますね。はい。赤になりましたよね。はい。スタイル .css のこの内容が HTML ファイルに反映されたっていう形になります。はい。一応これが CSS の基本的な書き方ですね。はい。まあ、これはしっかり、まあ、今後もずっとこれやっていく形になると思うので、覚えておいてください。はい。で、はい。CSS に関してはこれからどんどん詳しくやっていくんですけれども、はい。で、ここでですね、ちょっと混乱しちゃうかもしれないですけど、この CSS って、CSS ファイルを HTML ファイルと別途で作らずに、作らないこともできるんですよ。要は、HTML ファイルに CSS を直接書き込んじゃうことも、まあ、一応できるんですよね。はい。どういうふうにやるかっていうと、これは CS、スタイル .css を呼び出す命令なんで、この命令文は今回必要ないからちょっと消しちゃいますね。で、同じく、このヘッドタグ、このヘッドからスラッシュヘッドまでの間に、スタイル、あ、じゃない、CSS を書き込むこともできるんですよ。スタイルタグですね。スタイルタグを使って CSS を HTML ファイルに、HTML ファイルに直接書き込むこともできるということなんですけど、ここからこのスラッシュスタイルまでの、ここの間の部分に書き込んだ内容が HTML に反映される形にもできます。さっきと一緒で記述方法は、
一緒なんですけど、赤じゃなくて、なんか別の色にしますか？じゃブルーとかにしましょうかね。要するに、ここの部分が、さっきの CSS ファイルと同じ役割をするんですよ。で、これ保存して、で、ファイルをちょっと更新してみますね。こうすると、このようにすると、ここがですね、赤から青になりましたよね。まあ、要するに、ここに記述した内容が効いてるっていうことですね。まあ、こういうふうに、ヘッドの中にスタイルタグを入れ込むという形式で CSS を HTML ファイルに書き込むこともできます。まあ、でも、これは、その小規模サイトだったら、このやり方でも、まあ、問題はないとは思うんですけど、例えばですね、ページが増えてくると、ウェブページのページ数が増えてくると、それだけ CSS の記述量も増えていくわけなんですよ。そうすると、ここの記述量がすごく膨大な量になってくんで、この HTML ファイル自体の記述量がすごく増えてっちゃうんですよね。そうすると、ブラウザの読み込みが遅くなっちゃうので、要はいっぱい文章をブラウザ読まなきゃいけないから、読まなきゃいけなくなるんで、まあ、ブラウザの負担がかかるんですよ。そうすると、ウェブページの読み込みが遅くなるんで、読み込み速度が遅くなるんで、まあ、複数ページの場合は、こういう形でスタイル、あのスタイル、あの CSS を直接記入しない方がいいと思います。っていう感じですね。で、もう一個 HTML ファイルに直接 CSS を書き込む方法があるんですけど、タグの中に入れ込んじゃうこともできるんですよ。例えば、この H1 だったら、ここに H1 タグにスタイル、属性でスタイルってしちゃって、またちょっと色を変えますか？カラー、何色がいいかな？例えばじゃあ、オレンジとしますよね。ここにスタイル属性でちょんちょんして、色をオレンジにしなさいよって、命令を出したとします。ちょっとここにセミコロン忘れちゃいました。セミコロン入れて、セミコロンは、まあ、終了ですよってことを意味しているので、これはしっかり入れます。で、ファイルを更新すると、ここがオレンジになったという感じですね。まあ、こんな感じで、CSS ファイルを作らなくても、HTML ファイルに直接 CSS を書き込むことも一応できる形になってるので、これも、まあ、念のため覚えておいてください。特に、まあ、こういうスタイル属性を使って、こういうふうに書き方は、まあ、結構これ頻繁に使うんで、覚えておいた方がいいと思います。じゃあ一応ですね、第6回目の講座はこんな感じだったんですけど、いかがだったでしょうかね。まあ、どん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 講座を重ねていくに従って、もうどんどん、ウェブページの完成度がどんどん近くなってくるんで、これからも頑張ってやっていきましょう。では、次の講座でまたよろしくお願いします。さよなら。